月曜日、毎週月曜日のこの時間はゲームハック。このコーナーはゲームにまつわるゲストをお迎えして、その仕事術やゲームの魅力を伺っていきます。今日、はい、お招きしたのは、はい、声優そしてゲーム実況もされています木村良平さんです。はい、皆さんおはようございます。ゲーム実況者の木村良平です。お前ゲーム実況者ですって言うんだな。最近好きなんだ。言い慣れてる感じで来たよ今。そうですね、 YouTuber っていう時もあるんですけど、すげえな、そうなったんよね。焦ってます、ね、はい、あ、この今流れている曲は、はい、カラオケで歌われる曲なんですか？たまに、そうですね、年に1回ぐらいカラオケ行くんですけど、今日はあのカラオケベストヒッツモーニングということでうちの番組をお送りしてますんで、そうなんです、カラオケで何歌ってんのを聞いたら、うん、岡村ちゃんだったって。かっこいい、かっこいい、ね、かっこいい、そうだ、知らなかった。なんかあんまりその邦楽の歌える感じのレパートリーが少ないんですよ俺。なんかちょっと聴くジャンルが偏ってるから、うんうん、そうするとほら自分が聴く曲を歌うになるんで、ね、歌いたい、なんかカラオケ好きな人って歌うために練習する、聴く、そうだね、そういう人いるね、あれ歌えるようになりたいから、うん、それね、やりたいけどね、そうではない、ね、そうです。お二人はもうご共演はいろいろとされて、結構してる、結構してます、してるね、長いんですね、アニメだったら一番仲良く言ったのは黒子のバスケかな。あ、そうですね、うん、バスケが上手な人たち、そう、バスケが上手な6人ぐらいいるうちの2人だ、2人、はい、うん、上手な役だったんですね。そうです、はい、強いやつらです。強いやつやってました。あとは僕の企画アドリブっていう即興劇にもこの間出てもらいましたし、面白かったな、ありがとう。プライベートでもじゃあ進行が終わり、ね、あ、そうだね、なんかご飯食べ行こうよとかって言ってメールくれるよ、うんうん、なんかここの寿司屋美味しかったですとか、あ、そうそうそう、今はね、うん、連れてけって言われてる寿司屋があって虎視眈々とタイミングは狙ってるんですけど、すずさんのスケジュールいつ取れんのって思うそうなのよ、グルメでもあるから良平は、食べ物談義とかたまにする、趣味が合いますね。そうそう、やっぱお店スーさん詳しいから、はい、特に若い頃とか結構いっぱい教えてもらったりしたし、うんうん、そうだった、うん、そうなんだよ、なるほど、そんな感じ、なるほど、うん、まあね、お二人はもうよくご存知の中だと思いますが、はい、改めてプロフィールを紹介させてください。お願いします、はいはい、木村良平さん、子役として実写舞台アニメなどの出演を経て2009年に東のエデンの滝沢明役でテレビアニメ初主演を務めます。今もありましたが黒子のバスケの木瀬良太役、テイルズ・オブ・ゼスティリアのスレイ役など数多くのキャラクターを演じられていらっしゃいます。そして声優役者業の他にも現在はご自身で YouTube チャンネル創設しゲーム実況開始、撮影編集すべてご自分でやられていて動画の総視聴回数500万回以上ということです。うん、これはすごい、すごい。今日はだから声優じゃなくてゲーム実況者として挨拶をいただきましたはい、その話を聞きます、はい、うん、ゲームはもともと好き？めっちゃ好きですね、子供の頃から、うん、いや、こういうこと言っちゃうとマウント取ったみたいになっちゃうんですけど、うん、実家がおもちゃ屋だったんで、あ、マウント取ってるわそれで、しかも結構甘やかされてたんで、じいちゃんだったんですおもちゃやってたから、いいね、いいですね、最新のおもちゃ入ってきちゃうじゃん、そう、発売日前日に手に入るみたいな、羨ましいやつですね。子供の時卒業文集でなりたい職業っていうふうにおもちゃやって書くやんかそれやもう生まれ持った、はあ、持ってしまって、そうか、そりゃゲーム好きになるそうですね、やって、あとこの仕事もしてたから待ち時間長いね、うん、顔出しとかやってると、うん、地方行ったりとかもするし、そうだね、だそういう時にほら古き良き、うん、古の灰色のゲームボーイ、ゲームボーイね、昔のね、そうそうそう、あれを持って、あれを持って地方の舞台の時とか、うん、待ち時間、待ち時間のってやって、すごいな、キャリア長いからな、うん、もうそういう思い出もいっぱいあるんだね、あるあるある。でゲーム好きで、あれですよ、ボードゲームとかもやるんですよ、うんうん、そういったジャンルもあらゆるジャンルゲーム好きだもんね、そう、うちに一時よく集まってね、役者連中、うん、スーさんもね来てもらったことあるもんね、行った行った、楽しかった、ボードゲームをやって、なんか人狼めいたゲームとかするの、うん、やっぱ役者ってああいうの好きですよね、好きだね、僕もずっとやってたいと思った、うん、だから来ますって言われて行く行くっつって、うん、仕事がもうなんかちょっと遠くからだったからもうダッシュで車に向かってそしたらこうね、まだ会ったことがない若手がいっぱい、若手と混じって一緒にやる、楽しいですね、今度現場で会おうなみたいな、ね、それこそうちにだって来始めた頃とかユーマとかカイトとかまだ全然仕事してなかった頃とかだったから、まだね、だから売れる前のやつらが集まって、
やってたよ。すごい、ゲームで関わってたんですね。そうだね。あのその今年ゲーム一番ハマったゲームって何？なに難しいな、ただ本当に今年始めたんだよ俺も、だから実況ね、そう、だから実況内でクリアしたゲームはどれも思い入れあるんですけど、デトロイトっていうデトロイトビカムヒューマン、すごいゲームだね。ゲームがあって、どんなゲームかっていうと、映画の中に入るみたいなゲームなんですけど、であのムービーがずっと流れるんですけど、選択肢をこう選んでいくと、ドラマがあらゆる方向に分岐していく、ハリウッド映画を見てるようなドラマだね。ゲームだね。そうそう、映画のような本当に海外ドラマシリーズみたいな、ストーリー自体が長いん で操作はそんな難しくないんですよ。ここ押せ、はい押しますとか、だからその時に例えば助ける助けないとか、そういうのを選んでいくと、どんどんそっちの方向に物語が進んでいく。だからやる人によって全然変わってドラマが全部変わるの。途中でメインキャラクター死んじゃったりとかする。そうね、すごい選択肢で全然違うドラマになる。あれ面白いね。あの会社のゲームはね、やってますけど、どれも本当によくできてるし面白い。いいとこついてきた。確かにそういうのでも YouTube で見てたら楽しいですね。だと思うよ。そうで、しかも人がやってるの見ても自分がやるとルートが変わるから、障害にならないし。そうだよね。自分でもう一回やるのももちろんありなんだけど、自分がやったルートと違うのが見えた時に、またこのゲームやろうのこう喜びに変わるもんね、あれね。見てたら絶対、いやこうじゃねえだろよへと思うはずだ。そうそうそう、ツッコミ入れたくなる。そうだよね。でまた実況だったりするとわざとしてそっちはいかないだろうを選ぶもんね。なんかね、出ちゃうのよね。それがね、一人で遊ぶ時との違いよね。そうよね。見てる人を意識しながらっていう、ね、面白いわ。いやー懐かしい。1994年公開アニメ映画ストリートファイター2ムービーの主題歌、大ヒットしました。覚えてる覚えてる覚えてる。キャラの名前が違うんですよね。ああそれはね、海外版だね。これ違うの、これは日本のやつだから。あ、そうなんだ。そうなんだよ。あ、アニメ映画か。アニメ映画なのよ。そっちはあのベガーとか、そう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 、バイソンがちょっとこれ配置が変わってて、四天王の名前はちょっと違うのね。マニアックな話ですいませんね。ダムダムジャンクローマンダム。何がマニアックだ。そう、ジャンクローマンダムがガイルっていうキャラクターをやっててね、見事なサマーソルトを君でくださる。一個も伝わってないもんね。ガイルはい、そうです。これはアニメ版ですよね。はい、はい、これアーケードゲームストリートファイター、の、ストリートファイター2の映画なんですけどね、でこれストリートファイター0っていうゲームが当時あって、はい、これストリートファイター2の、前日譚みたいな、前日譚っていうか前 の、あの時系列の話なんですけど、それを描いてる格闘ゲームです、これドラマチックバトルっていうのが採用されてて、はい、ストリートファイター2って1対1でそれぞれが対戦するゲーム、はいはい、このドラマチックバトルっていうのはラスボスのベガっていうのと2人で戦えた、だから2対1ができたモードがついてたのがこのドラマチックバトル。それが映画にあったシーンとか。そういうことです。それがあのこう楽しめたっていうところが、このゲームの面白い。詳しゅうございます。まあ僕もオタクでございますから、ね、ゲーム好きお二人が今日ね揃っていらっしゃいますけれど、はいはい、さあじゃあゲーム実況について伺いたいと思います、うん、いやなんかね今日あの良平がね、はい、自分のツイッターで、ザベスさんとの対話が楽しみですみたいなコメントがいっぱい届いたってさっき。そうなんですよ。お会いしたことないから、ザベスさんって方面白い方がいらっしゃるんだなと思って俺も楽しみに。そんな面白い人間じゃないです。じゃあ僕がサポートするから、はい、ゲーム実況について質問してみてよ。ゲーム実況について、始めたきっかけは何ですか？丁寧に聞いてくな、過剰書きのやつ。なんで始めたんですか？なんか、そういう YouTube とかそういうの見るようになった時に、友達になんかいろいろ詳しい人とかに聞いてたんですよ。どんなのが面白いのっつって、はい、でそれまで俺ゲーム実況全然知らなかったんだけど、勧められて、人がゲームしてんの見ておもろいのかよと思いながら見たら、いや重いのか面白くてハマっちゃって、これは俺もやってみたいぞと思って結構温めて、でだんだん環境を整えて今年の2月かに、ついにみたいな感じで、でもね、YouTube ご自分で作って載せてるわけですもんね。大変じゃないですか？いや大変は大変なんだけど、なんか結構役者っぽいこと言っちゃうと、俺ら声優って
一部分じゃないですか、ものづくりの、うんうん、そうだね、原作がまあものによってはあって、絵を描く人がいて、音をつける人がいて、その中の芝居、声を当てるって部分だけやって、うん、ぶっちゃけもうそこだけで、あとはもうお任せだから、ちょっと考えようによっちゃ無責任な、うん、であと宣伝ぐらいしかできることないんだけど、これはまあゲームはもちろんね、ゲーム制作会社さんが作ってらっしゃるんだけど、はい、それさえ受け取ったらもうあとは自分で台本も何もない、うん、で編集も自分でやって1から10までやって、それが面白いかどうか、お客さんが楽しめるかどうかも全部自分の責任みたいなのが楽しい、うん、そうね、まあ、よく言う01ってやつだね、うん、僕らは1を与えられる台本とかっていう作品っていうもの、はい、それをこう演じるっていうことで、それをどうやって100にする か、うん、かでも監督とか制作陣は0、全くの0から、うん、あ、漫画だったら原作者の人も0から1を作り出す仕事をしてるわけですよね、はい、だからそのこう自分で何かを作るっていう01に近い仕事環境っていうのにチャレンジしてるって、うん、なるほど、そうです、そうです、うん、意外と役者ってそういうことする機会って少ないから、うん、面白い、じゃあなんかそのゲーム実況をやって声優の仕事にも何か生かすものがあったってことですか。あ、芝居に生きてるかどうかっていうとまた分かんないけど、ゲームする仕事は増えました。おーゲーム実況者じゃなかったら基本でもやってない。確かにね、今日のゲストまずゲーム実況者だから1個仕事増えた。そうよ、やっててよかった、ゲーム実況すげえな。俺もやろうか。番組とかやってるんでよかったら遊びに来てください。ちょっと一回さ見学行っていい。見学、うん、でどうやってるかのノウハウを完全に盗んでいい。盗んでいいけど、すずさんやり始めたらもうこうハマっちゃうから、うんうん、大変だよ本当に。好きなんだよな、眠る暇なくなりますよ。もう好きなのよ、見るのも好きだし、うん、でもうこんなゲームやりたいも山ほどあるわけ、うん、編集もこうしたいがあるわけ、はい、多分ねダメだと思うんだよね。やったら、俺ここ何年かすずさんがちゃんと目開いてるとこ見たことない。あれれあれ、それは飽きまへんな。それよりもう本当に広くなっちゃう。これ以上溜め込むわけにいかないんだ、うん、でも興味はある。でもそれぐらい面白い、楽しいもんね、うん、いいな。一応聞きます、私ゲーム全然わからないんですけど、はいはいはい、年末年始におすすめのゲーム。あ、そうすると俺も割とイージーなゲームとかもやってるから、はい、そういうのもおすすめできるんだけど、でも今ちょっと今のこの尺の与えられた尺の中で話すと、うん、やっぱさっき言ってたデトロイトみたいなゲームが、はい、なんかさっき遠くで聞いてたら映画の話とかもされてたから多分好きなんですね、はい、うん、物語を楽しむのが好きな人には、うん、あの会社ってデトロイトだけじゃなくてヘビーレインとか、うん、なんかビヨンドっていうまた全然違うストーリーのものを作ってるんですよ、うんうん、それをやってみるとゲームが分かんない人ってやっぱもうこのコントローラー持ってのこれができないでしょ、うん、はい、大丈夫だから、ここ押して、はいっつって押したって大丈夫、それだけなの。その代わり彼らの人生にだけ責任を持ってもらって、うん、ゲームの中のゲームの中の彼らの、そう、簡単に言うと映画に介入できるって感じだから、うん、なるほど、誰でも楽しめる。わかりました、うん、でもまずはじゃあ、 木村さんの YouTube を見て、うん、そうかもね、体感してみるのもありですね。そうですね、まずそれが大事かなと思います、ね、目の色変えるな。で高評価をしていただくとなおいい。あ、でも見てみよう俺、うん、ごめん良平のやつね見てなかったからちょっと見ます。お願いします。からありがとうございます、うん、チャンネル登録をします。よろしくお願いします、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。ちょっと時間なくなっちゃったな、はい、なんかお知らせ改めてじゃあしときなよ。あ、そうですね、やっぱゲーム実況者としては YouTube の良平は酒飲みながらゲームしたいっていうチャンネルをやってまして、うん、あと最近ミルダムさんっていう別な配信媒体で、うん、木村良平の実況酒場っていう生配信専用、うんうん、生配信はそっちでやる、おーおー、でアーカイブは YouTube に上げるっていう形に今してるんで、よかったらチェックしてみてください。無料なんでした、どれも。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします、ということでゲームハック本日のゲストは木村良平くんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。